皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド小林です。はい、今回もダンベルで行う、ショルダープレスを解説していきたいと思います。名前の通りなんですが、使っていく筋肉は肩、三角筋の前の方に入る種目になってます。どちらかといえばかなりこのパワーの出力がしやすい種目にはなると思いますので、肩全体のボリュームをつけるのに有効な種目というふうに言われてます。それでは動作解説していきます。今回軽いダンベルなんですが、重いダンベルを使うという場合も想定して、スタートとフィニッシュも少し考えていきたいと思います。シートに座ってもらって、ダンベル膝の上、ももの上に置いておきます。ここからスタートポジションに持っていきますが、このももの力を使って跳ね上げるようにして片方ずつ上へ持っていきます。はい、でスタートポジションここです。ここからダンベルを上に上げていきます。下ろします。動作としてはこんな感じで、上げた時に肘を伸ばしきらないようにご注意ください。で下ろします。ポイント1、まずは上げた時に首、肩をすくめないようにしましょう。どうしてもこれしんどくなってくると上に上げる気持ちが強くなってすくんじゃいやすくなるんですが、その辺の作用をなるべく抑えてあげると三角筋の方に刺激が入りやすくなります。はい、あと動作を行っている最中のダンベルを握っている位置から肘までの前腕の角度に注意です。床に対して必ず垂直になるように、行ってください。例えばこの、前腕が前に向いたり後ろに向いたり横に逃げたり逆に、内側の方に入ったりすると肩への刺激も減りますし、そもそも怪我の危険が出ますので、床と垂直というのはぜひ意識してください。で、上げる時に腰を反って胸を張って上げちゃうと重い重さは扱いやすくはなるんですが、三角筋以外にも大胸筋などを使ってダンベルを持ち上げることになります。三角筋をより集中して負荷を入れたい場合は、背中を反らないように動作を行うようにしてください。はい、終わった際もこのように太ももにダンベルを置いて終了という形になります。以上でダンベルを使ったショルダープレスの動作の解説を終了いたします。ぜひ参考にしてください。